こんにちは、ソングレターアーティスト足立満です。あなたの手紙に無料で曲をつけますという15周年記念のキャンペーンを現在行っております。2月5日から始まったキャンペーンもですね、間もなく1ヶ月になろうとしております。今日からですね、3月になりましたけれども、私3月という月が非常に大好きでしてですね、それはなぜかというと、私の誕生日がですね、3月にあるからという単純な理由でございます。3月15日ということで最高の日なんていうふうに言ったりしているんですけれども、ちょうど今年でですね、なんと40歳の大台になるということで、とってもメモリアルな誕生日を今月迎えることになっております。40というとですね、昔の人はというか孔子ですかね、富岳、惑わずというふうに言ったそうですけれども、その境地に自分がいるのかどうか分かりませんけれども、40という年を迎えて、自分が今まで受け取ってきたものをいかにこう社会に還元していくかなんてことを、すごく考えるようになったなというのが感想になります。この YouTube での発信というのもその一つの、形かなというふうに思っていますので、少なくとも今年いっぱいはですね、無料キャンペーンというものを軸に、続けていきたいなというふうに思っております。で、自分の生まれた月ということもありますのでですね、やっぱり、今回送られてくるお手紙の中にも、出産とかそういったことにまつわる、お手紙も結構多いですので、本日はその中の曲を、曲にするということをやってみたいなと思います。ということでキャンペーンソング第8弾の曲なんですけれども、このお手紙はですね、アッキーさんというニックネームの方のお手紙で、タイトルが、私をママにしてくれてありがとうというタイトルの曲になっております。ストレートに手紙が書いてありましたので、このままですね、曲の方に行きたいと思います。ぜひいろんなことを感じていただけたらというふうに思います。それでは聴いてください。私をママにしてくれて